けながら相手を外していこうという動きもありますが、超ヘディング、ここでターゲット、セットプレーでこじ開けました細川ジュニア。ただ何かアピールはしていますがゴールですね。そうですね、はい、はい、なんですかね今ね、林良平とは違った何か集団のパフォーマンスを見せました。ちょっと面白かったですね、ちょっと岡山選手があれですね、はい、副審に確認してほしいと。これ、まあ、岡山の選手が相当な抗議をしているんで、そうですね、かなりな確信があったんじゃないかと思うんですが、これは V が出ないと確認しにくいところですね、これ、なんすかね、ちょっと騒然としています、まあ、ちょうど水戸のサポーター席の前なんで水戸のサポーターの声が飛んでいますが、ハンドかな？